おっちゃんなるです。どうも、今日はですね、オープニングもなしのお知らせ動画でございます。今日は一人でございます。M子さんがですね、ちょっと風邪をひいてしまって、自宅で療養中ということで、私一人で、ご案内させていただきたいと思います。6月の8日この土曜日なんですけども、おっちゃんねる半年以上ぶりの、ライブ配信を行わさせていただきます。6月の8日19時からでございます。タイトルはですね、テレフォンオッピングと申します。テレフォンオッピング、今テロップ大きく入れたと思いますが、テレフォンと言いながら、まあ、インターネットなんですけども、その日ですね、私どものおっちゃんねるのオフィシャルショップがオープンいたします。それを記念してですね、テレフォンショッピング風といいますか、よくある通販スタイルのですね、番組風にライブをやりたいなというふうに思っております。どこまでできるかわかりませんが、ちーちゃんですとかみんなに協力してもらってやってみたいと思っております。で、その中でご紹介する商品、このおっちゃんねるの T シャツもそうなんですが、 T シャツだけで4種類、ステッカーがね、2種類今回記念してできるんで、それで合計20種類のステッカー、あと雑貨類も結構ありますんで、合計ですね、なんと33種類の商品をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。はい。で、今回はですね、その6月の6月の8日の、19時からのライブを見てくださいというご案内でもあるんですけども、それに際してちょっといろいろ注意事項がございまして、そのご報告を事前にさせていただければと思います。テレフォンオッピングの入り口についてなんですけども、今こちらに URL 貼りますね。こちらに貼りますけども、これは分かりにくいと思います。で、おっちゃんねるの YouTube からリンクがあるんですけども、今おっちゃんねるの公式サイトがございます。o-chchannel.jp、 これも URL 入ってると思うんですが、こちらあります。で、QR コードもこちらにございますので、こちらをこう写真でやっていただければ、いけるようにも、しております。まあ、一番いいのはこの公式サイトをブックマークしておいていただいて、見ていただくのが一番わかりやすいかなと思います。公式ショッピング事前に確認しておいていただければ幸いでございます。でですね、ライブ自体は、19時から夜7時からスタートなんですけども、オフィシャルショップのオープンはですね、その数時間前にはオープンしようと思ってます。6月8日中であることはもう確定してるんですけども、オープン時間はライブよりも早くオープンしてます。時間はまだ確定してません。というのは、同時にオープン、ライブと同時にやるとちょっと注文がいっぺん来てしまうと、初めてのことなのでトラブルが起きると危険だということで、その通販を担当していただいて会社と相談をした結果、オープン前に、ライブ前に、オープンしてます。その時間はあえてここで申し上げませんので、できればそのもう、まあ、商品数限りありますから、ちょっとね、ライブ始まって見に行ったらもう商品がなかったみたいなことになるとあれですので、もし気になる方はですね、お昼ぐらいからちょこちょこその、オフィシャルサイトとかご覧になっていただいてですね、あ、お店が開いてるぞということであれば、もう購入していただくことは可能ですので、そんな形にさせていただければと思います。ですので、もう一度繰り返しますけども、ライブ配信と同時にお店がオープンではありません。お店の方が早くオープンしますので、そのあたりはお店をちょっとオープンするのを確認していただいて、早く買える方は買えていただいた方が、まあ、買いそびれがないかと思いますので、そのあたりご注意いただければと思います。
あとですね、これまでのライブで、私どもがいろんな商品開発オフィシャルショップをやりますよということで、ご協力ということで投げ銭をしていただいた方たくさんいらっしゃると思います。今カウントで大体100人近くの方がいらっしゃるんですけども、その皆さんにですね、プレゼントをしたいと思います。それがですね、ダンこちらのオフィシャルサイト、オフィシャルショッピングに合わせて作りましたやらかしたステッカー、私とですね、M子さんのうんまという口癖のね、うんまという口癖ステッカー、これセットでプレゼント、したいと思います。で、これ申し訳ないんですけども、投げ銭していただいた皆さんのあの全ての履歴を見ていくのがちょっとあまりにも大変な作業すぎまして、今回ですね、オフィシャルショップで注文していただくと備考欄があります。いろんなそのカードとか入れたりとかするところに備考欄がございます。そちらにですね、投げ銭をしましたというふうに、書いてください。投げ銭をしましたよ、まあ、あとはステッカーください、投げ銭しましたのでステッカーくださいみたいな形の文章を、書き加えてください。そうしますとこの、ステッカーを、購入していただいた商品と一緒にお送りします。ですのでこれ大変申し訳ないんですけども、何かしら一つでもいいので商品を買っていただかないとプレゼントができないと、ちょっと送料分がとうとうございまして、都合がですね、そういった形になっておりますのでご理解いただければと思います。ですので何か一つ買っていただいて、じゃあこれは買う必要ないですよ、これ持ってますけども、これは買わずに他の商品を買っていただいて、投げ銭をしましたよって書き加えていただくと、これも入れて一緒にお送りいたしますので、投げ銭していただいた方はぜひとも書き加えてください。でですね、まあ、これ商品、これ自体は200セットぐらいは用意してますので、まあ、あと投げ銭してもらった人が100人ぐらいだということなので、足りないことはないとは思うんですけども、まあ、あと、投げ銭しなくても、これ、書いちゃえば、届きます。そういうことはしないでください。できました。両親で、お付き合いさせていただいてますので、できればですね、本当に投げ銭をした人だけが書いていただければ間違いなくお届けできますので、ぜひともご協力の方よろしくお願いいたします。もし仮になんか届かないところがありましたらですね、また改めてメールをいただければ郵送するなりといった対応をさせていただきたいと思います。まあ、オフィシャルサイト、ショッピングなんですけども、やるぞやるぞって言って、もう早2年、3年が経過してしまいまして、ようやく、オープンできる運びになりました。で、今回は、残念ながら、まだ丼は間に合っておりません。この6月の末に完成の予定ですので、これは追ってまた販売、お知らせして発売していきますので、ご連絡差し上げます。あとね、あといくつか、商品をご用意してます。知ってる人はいるのかな？さぬきうどんのピアスってあったと思いますけども、あれのおっチャンネルバージョンも用意しております。それ以外に、ちょっと笑える、くすっと笑える手ぬぐいですとか、本間物のかっこいい藍染め系のものたちとか、そういったものもいろいろ考えております。まあ、いずれにしても、我々はこれで利益を上げようというものではございませんで、基本ね、丼の制作を見てていただいても動画を見てる方はわかると思いますが、丼を作るだけで2回往復して次3回目行ったりとかしますので、もうそれだけで多分、利益の部分は吹っ飛んでるんですけども、まあ我々としては動画で楽しませていただきつつ、みんなにも楽しんでいただきつつ、商品ができればそれでいいのかなと。いうふうに思っております。まあ、ただ今回ですね、一点ちょっと申し訳ないなと思うところは、やはり今、そのいろんな運送会社さんの都合というか、その運転手さんがいないとかいろんな問題で、送料が非常に値段が上がっていて、かなり交渉していただいたんですけども、いろんなちょっとご負担があると思いますので、その部分、まとめ買いをしていただくとかっていう形の工夫をしていただければと思います。
で、あと商品の郵送とか発送とかっていうのを我々ができればいいんですけども、さすがにちょっとそういう時間は難しいかなということで、販売の会社をね、に入っていただいてます。まあ僕の、 友達の会社でもあるんですけども、株式会社モルタンというところから、商品の配送であったりとか決済をやります。まあそういった関係上、やはり我々のこれまでであれば、もう利益採算度外視で、ステッカーの値段とかも設定してたんですけども、そのあたり、きちんと会社が入っているってこともありますので、そこの利益も取っていただかなきゃいけないということで、ちょっとコストの問題でいろいろ上がってる、値段が上がってる、ステッカー特に上がったりとかしてるんですけども、そういった部分ちょっと申し訳ないんですが、ご理解いただければと思います。一部にね、金儲けに走ってんのか、無職だからなみたいな言われたりとかするんですけども、本当にそういうことではなく、まあね、本当にいい商品を届けるためにはそういったコストもかかってしまうということをご理解いただければと思います。ということで、6月の8日、夜7時から、私と M 子、ちゃんと2人で、出演します。そしてちーちゃんにヘルプに来てもらいますし、ケビンとキャサリンもいていただく予定でございます。で、サカチンも来ようかなって言ってたんですけど、あんまり人数いてもね、もしキャンピングカーの中からお送りするんだと全然いる場所がないので、どうしようかなと思っている状況ですが、楽しく行きたいと思います。で、まあ皆さんはまたね、お酒とかも用意していただいて乾杯しつつ行ければいいなと思っております。ぜひとも、6月の8日、19時夜7時からライブ楽しみにしていただけると思います。それではぜひともお願いします。